こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日の釣りよか飯でございます。はい、今回はですね、はい、先日釣ってきた、はい、アジをちょっと大きめのこれですね、はい、アジですね、はい、20センチ直ぐらい、ちょっとぐらいですね、ね、うん、こいつを食材に使おうかなと、うん、はい、まあ、釣り場でひらめいて、うん、やっぱ秋なので、うん、秋は七輪でサンマ、あーならば、うん、いいアジが釣れたら、うん、七輪で味もうまいんではなかろうかと思いまして、普通の自分の釣ってきた焼き魚を七輪で食べたことないですからね。ね、ないね、うん、うん、確かに。なので今回アジを、はい、オッケー、やってみましょう。じゃあ処理だけやりますかね。やりますか。はい、じゃあ鱗と内臓だけ取ればいいのかな。そうですね、ゼイゴと、はい、おい、塩焼きでいいですか。うん、で、なんでもうまいんじゃなかろうかと思うけど、うん、やっぱ一番は塩焼きが簡単で普通やけんね、うん、まあそうね、それの方がやっぱり味がしっかりわかんじゃねえかなと。太ってますもんね、いい感じで味もね、しかも普通に真味やし、うん、あ、これは真、ま、味って、はい、丸味がちょっと味が落ちるって言われてるやつですね。そうそう、あいつは時期があって、時期の時にとはうまいけどみたいな、アジはなんかそんな時期関係なくとりあえずうまいみたいな感じなんでしょ。いつもよく分かってないんだよね、その辺。丸味が尻尾にヒレがもう一個あるんですよね。やったかな、うん、ここにもう一個ヒレのピッてあったら、うん、ここの部分がちょっとピッて出張っとったら丸味っていうのを聞いた気がする。聞いたってか、釣り岡のゼイゴの着方の違うだよね、丸味ってさ。へぇ、ゼイゴの確かこの真ん中ら辺まで来とったら真味やったから、で、結構後ろら辺でこう終わってたら、うん、やったか、もうちょっと長かったか、そんななんか違いが味、丸味の違い。そんなあるんだ。はい、全然知らねえや。で、まあ、ヒラマサとブリもよう似とるよね。うん、ヒラマサは顎の形が四角くて、胸びれのそうそう、こいつがね、かぶっとくかかぶってないか、うん、こう黄色いこの線のね、かぶっとくか隙間が空くかで、うん、アジと、あ、アジじゃねえや、ブリとヒラマサ違うし、この口のこのお三角形の、うん、これカクッとなっとったらヒラマサ、ヒラマサ、ね、で、丸かったらアジ、下の、あ、アジじゃねえや、ブリ下の、ね、で、あいつらもね、よー見て慣れてきたら顔つき全く実は違うんですね、うん、違うっすよね。この口のこの線だやばした、うん、こういうの、あの、ヒラマサの方が奥まで入っとって、ブリが、そういうふうに小顔、丸いけど小顔がブリで、顔が長い方がヒラマサですね。ヒラマサの方がかっこいい系ですよね、顔が、うん、シュッとしたね、うん、シュッといぶし銀的な顔してますよ、うん、いぶし銀やっぱ結構、あの、スーパーとかに大きめのこんぐらいの味売ってあるやん、うん、あれも結構丸味やもんね。うん、あ、そうなんだ。後ろに尻尾ペッて入ってた、まあ、釣り岡でアジの記録持ってるのは肌だからね、うん、50センチ釣り手、どんな50センチって意味わからんよね。そうね、低いだろ。普通にカンパチ、ブリ、ヒラマサみたいな低いするでしょうね、うん、アジは低いよ。だってこんなアジであんなデラ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 される、うん、わかった。このゼイゴちゃんば取ればよかったやん。そう、あとはゼイゴを取るだけだ。こう来て、ここやろ、ね、これ上手い人、ほんと皮残してね、ゼイゴ取りますよね。おースーパーのとか。じゃあこの調子で3匹やって、はい、塩焼きしていきましょうかね。七輪ですね。よし、よし、オッケー、OK でーす。じゃあ焼き行きましょう。はい、焼こうぜ、焼こうぜ、焼こうぜ。ほい、ということで早速焼いていきましょう。あー、10って言ったらお塩かけんでよかったと。お塩は後で、後で大丈夫か。まあ、でも味うまそうですね。うまそうですね。うまいやろ、うまいやろ、うまいやろ。できた魚を七輪で焼くのって、まあまあ結構やりたかったことですからね。マジでマジで、うん、これがやっぱまだ早い。七輪ってなんかうまいことこう
対するとやろ、この遠赤外線みたいなので、こう油だけこう落としてうまみは残るみたいなね、うん、余分な油だけが、そういう件うまいらしいですよ。へえ、まだかな、油とかどがんやろ。おお、ぐちゅぐちゅや。なんかもう結構いい気はすんだよな。見るかい。はい、いいっすいいっす、見てください、全然よかったよ。あ、いいね。でしょ、いいね、いいね。はい、おお、皮が剥げちゃいました。お、なんかボコってなんか変形したぞこれ。おしで、ラスボス、こいつが一番でかくて一番ひっついてるやんね。こりゃ申し訳ございません。無理やった、もう綺麗に皮のひっついてた。で、私一個やりたいのがあって、うん、お醤油をね、醤油一個だけいいですか。いいよ、またいい、はい、よ、うおー、あーちゃん、卵おっちゃけた。わー、いい香り。うわー、ほんとや、うまそう。あー、うまかったね。じゃあね、この辺の皮とかもちょっともったいないので、食うた。ちょっともうそこだけでうまさがわかる。尋常やなかですね。うまい。ひょっとしたらこういうサンマがうまいじゃなくて七輪がうまかったかもしれないですね。ちょっとユッキー、もうちょっと寄って、もうちょっと、もうちょっとこっちに寄って、食べて。あら、うまくね。めっちゃうめえ。うまい。ちょっとやばかった。なんだこれ、濃いかね、味の、うん、めっちゃうまかったら小声になるな。おい醤油、あー香ばしい香り。またまだまだできた、この美味しかった。まず塩から。そうっすね、いただきます、いただきます。うん、塩っ気の足らん。どう、でもうまい、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 うまい。夏やけん時期ですね。七輪がなんかね、ジューシーに焼ける気がする。へえ、なんかグリルとかたまにさ、だからなったりせん。ああ、そうですね、確かに。 あれがやっぱナイキが、ナイキってあの靴のメーカーなんかですよ。言うと思った、なんか何かしら今言うと思った。うまい、あ、うまい、うまいね、うまいね、なんかさらっとうまい、うん、やつ、ね、シンプルにうまい味。それでは、はい、アジの、はい、はい、七輪焼き、はい、これ大成功やったね。大成功やね。アジはね、今回釣ったみたいに、うん、あのサビキで簡単にいるところに行けば多分釣れると思うので、うん、お子さんは連れでも釣ってこうやってみてはいかがでしょうか。はい、蚊が多いのでこの辺で。ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。